とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はランダム報酬タワーやってみたいと思います。今回のボスラッシュで、ランダムはちょっと厳しいと思うんだよね。無理ゲーかもしんないけども。まあ、とりあえず、やってみましょう。多分ね、序盤でつまずくとは思うんだけどね。でもまあまあ、行けたらラッキーなんで、行ってみましょう。はい、おしまい。一回クリアでーす。6!なんもなしか!あ、ちなみにね、上の一番左が1。で、2、3、4、5、6ですね。出た数字で取っていきます。こバジネスないと厳しいよなー。いいか。戦い方次第だよね。どう戦うか。まあまあまあ。この中に入って、うまいこと避けながら行くか。あぶね。よし、あと2体。あと1体。いけるもんだ。2回クリアでーす。次 !3!お、3当たりじゃなかった?パワーシェイカー!ナイス!パワーシェイカーはナイスだね。ここはね、もう問題ない。全く問題なく、勝てますね。よし!おしまいでーす。で、4、あ、違う、報酬ね。2、2? いやー、いらねえよ、これ。これ耐久力下がったな。まあパワーシェイカーあげよう。これでいきます。でまあまあまあ、ここもいけるわ。いやー、そうね、激光入れていっても良さそうな気するんだけどね。入れるか。2ぐらい入れてればだいぶ違うとは思う。あぶねえ、ギリギリやった。あぶなー。よーし、終わり。きつい。耐久力がもう逆に下がってるもん、これ取って。頼む。3 3。オーケー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 。まあいいんじゃない。でもここきついな。いや、きついぞこれ。ちょっと輝きでも入れとかんと耐えれないな、多分。 OKOK。 まあまあまあ、いや、でもきつい。オッケー。でもね、いや、ドラがね、これ入らないと無理だ。あー、無理。オッケー。よっしゃー、ギリギリいけた。耐久力ない、これ。防具欲しい、防具頼む。1 1。うわー、違う、違った。厳しいよね、これは。厳しいぞ。まあまあ、パワーシェイカーでなんとか行こう。 OK、 よし、ナイス。まあ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 、いいんじゃない。ちょっと矢をしっかり使いながら、もうちょい、いけ、よし、いけた、よし、ちょ、もう終わりやろ、お前。よし、いけた。ちょっと待て、結構厳しかったぞ。でも、倒せましたね。いやー、武器が初期っていうのは結構厳しいよ。3、なんか3しか出ねえな。
輝き、あー、バトルローブ。まあ、まあ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 、攻撃力は上がったわ。何あげるか。何をあげよう。あ、まあまあまあ。バトルローブあげるか。もう攻撃はパワーシェイカーで倒していく感じにして。おうおうおう。なら、パワーシェイカーのダメージも上がるでしょ、これで。行きましょう。武器が欲しい。武器ないとどうしようもないぞ。うわぁ。まあ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 。大丈夫か。なんとか、なると思う。うん、戦い方次第で。よし。ここに出すよ。お、来た！本物発見。で、ここに出ろ。OK！ナイスー！終わりー！いけるもんだなー！いけるもんだよ！ちょっと上から落とします、だいぶ。下落ちた。ちょっと待って、やり直し。2、なんか2か3しか出ねえぞ。あ、まあまあまあ、うん、変わるよりはまだマシだったか。何入れる？あ、でもまあ、とりあえず今入れるものはサプライズギフトぐらいか。だけど、あとあとライフブーストを入れても、まあ、ありでしょう。行くぞ。まあ、多分ここは、ドラッドパワーシェイカーで、楽に倒せるはず。いや、痛えぞ。終わりー。あとは雑魚だけ。おしまい。オッケー、矢が出てきてくれた。で、さっきサプライズギフトで出た矢を落としたのがちょっと痛いな。矢はたくさん欲しい。次。おー、5！ 初めて5が出た。初めてじゃないけど、あー、いやいやいや、上が良かったー。これは上のやつの方が良かったぞ。まあまあ、なんとか行こうか。無限あるね。あ、虚無もいい。うん。虚無入れとこうか。無限はいらないか。いけ。速攻落とす。まあまあ、パワーシーカーで落とせそうだけども、まあ、雑魚戦に取っといて、まずは弓で落としちゃいましょう。落とせるか。おちょ、オッケー。まあ、輝くローブ装備してるから、ダメージ上がってるっていうのもありますけどね。3！ また !3 ばっかりだ。で、釣り竿を、あ、待て、連打使える、連打使える。ちょっと釣り竿連打を連射器に変えてやっていきます。いくぞ。あーでー、なるほどね。ちょっと待ってよ。使いやすい場所に変えて、いけるか、いけるか。でも、これなら、輝きをちょっと多めに入れてやると、いい感じかもね。いやー、あんまり変わんない。そのままいきます。いけ！強い。これは強い。これいけるぞ、いけるぞ。よし！おしまい！いやー、いけたね。いけるもんだわ。うん、いや、釣り竿でよかったね。釣り竿でよかった。 5！ 今日4が全然出てないな。あー、これ釣り竿連打できないじゃん。釣り竿がもう使えなくなっちゃった。なかなかむず、あ、でもまあ A 入れていきましょうか。で、矢は161本、意外とありますね。いい、そのまま、いきます。ドラ使って、シェイカー使って、なんとかいけるんじゃない？
よし。おーい、早い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 、いいよ、めちゃいいじゃん。頼む。6、なんもなしか。なんもなしか。あー、まあ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 ね。うん、アイアンハンドアミュレットは欲しかったけども、いや、うん、オッケー。で、ここボスか。まあまあ、うん、いけるかな。大丈夫でしょう。まずは雑魚処理をしたりしていって、もう釣竿がね、あんまり意味なさなくなったっていうのがちょっと嫌なんだけども、終わらせる。いけたー、クリアでーす。いけるもんだ。頼む。1番、ショックパウダーか。なんか珍しいの来たな。ショックパウダー、ボスには効かんでしょ。まあボスが召喚する雑魚をなんとかする感じっすか。え、これどうすんの、これ、これどうすんの。輝くローブ、耐久力上げていきましょう。まだ1回もやられてないからね、いけると思う。いや、でも辛いところが出てきそう。いやー、いけるか。変茶をなんか入れるか。いや、でも別欲しいやつないしね。うん、あ、火属性入れてダメージちょっと稼ぐかね。そうしましょう。ちょっと待て、念のためのアイテムボーナスも入れておきましょう。あ、倒せる。よし、行くぞ。オッケー。おっしゃー、おーし、16回クリアでーす。いけるねー、いけちゃうよ、入ろうとした。頼む。6、なんもなしかー。なんもなし、なんか結構残念だな、がっかりするわ。いや、うん、なしでよかったか。はい、伸びはきつそうだぞ。あ、でもこいつにこそいいかもしんないね、ショックパウダーが。いや、わかんないけど。よし、オッケー。いやー、もう、お、終わりか。よっしゃー、17回クリアでーす。いけるもんだー。頼む。3番、よく出るな3が。あ、いいぞいいぞ、当たり当たり当たり、これ。いや、でもここか、嫌な場所、嫌な場所だー。でもまあ行きますか。ちょっと倒すには時間かかるかもしれないけども、安全に、やっていきます。よっしゃー、18回クリア。時間はかかるけどね。いや、でもパワーシェイカーが本当にいい感じで、意外といける。頼む。6回、うわー、まあ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 いいか。6回本当に雷の杖ぐらい欲しかったよー。ああ、なるほどね。はい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 、うん、まあいいんじゃない、いいんじゃない、いいよ。よっしゃー、いや、なんとかなるもんだね。なんとかなるぞ。頼むよ、頼む。6、また。いや、でもまあ、そうね、変にここら辺が当たるよりも6でよかったか。でも森の矢筒欲しかった。ここきつらいぞ、エンダーセントは結構つらいぞ。やべえ、ここが多分ちょっと難関になるかもな。エンダーセント来た。
あ、これいける、いや、消える、あはははははは、 OKOK、 急に出てくるやつをなんとか、あ、ぶねすればいけるはず。よし、特攻するぞ。よっしゃー、いけたー。一回やられたけどいけました。最後頼むよ、頼むよ。1、あー、今日の矢筒か。いや、いらねえぞこれ。んー、まあ、うん、これでいきましょう。おー、来た来た来た、最後まで来れたぞ。いら、まあまあまあ、まだまだいらないか。あとでもし、いやー、入れとこう。うん、ライフブーストしっかり入れとけ。いきましょう。いや、まさか今回いけるとは思わなかったな。序盤で絶対やられるだろうと思ってたけど、いけるもんだ。いきます、いくぞ。おお、いける。よし、もう終わりだ。よっしゃー、いけたー、クリア、いけました。ボスラッシュのランダム報酬タワークリアです。いけるもんだね。何が出るでしょうか、頼む。あー、全部いらないな全部いらない。雪玉さん、あー、え、黄金は悪くない。え、何、びっくりした。まあ、ヤギだろうね。はい、ということで今日はランダム報酬のタワーボスラッシュクリアできました。なんとかいけるもんですね。はい、では皆さんも挑戦してみてください。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。